はい、えー、皆さん様、おはようございます。<laughs> 今日はね、なんかこう、うーん、なんか中途半端なね、あの。天気で、えー、朝からあの地震騒動があってね、あのー、びっくりして、えー。たわけですけど、なんか、うとうととこう、目覚めたらね、あ、ぎゅう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 になってね。なって、いや、やべえな、これっ、つって、で、まあ、結果的にね、あの。ここ、この辺はね、あの、なん、なんとなく、こう。 うん、ビクトも動かなかった感じだったんで、まあ、結果的に良かったんだけどねいや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 ほんねちょっと北陸の人たちはね結構大変な思いしてるんだろうなと思うんですけどもまあ今回はね <laughs> まあ少しは前よりね暖くだったから良かったかもしれないけどまあ被災というのはね本当に、えー、悲しいことだと思うんだけども、まあ、今回はねあんまりあのなんとかな 被災者というね、ものが出なかったみたいなので、まあ、よかったなっていうね、ところなんですけども、まあ、今日はね、えー、これ本当かどうか分からないんだけどさ、<laughs> ちょっとびっくりしたことあったね、まあ、それについてお話し,しようと思ってるんだけど、あの実はあの、えっ、ー、と、6月の10日ね、来週か、来週の月曜日からね、えー、16日まであの、CFNETS の不動産ウィークといがあって、 で僕がね、えっと、どこだ、<laughs> えー、6月14日か、14日の金曜日に、えー、12時からかなえ ?12 時からこれ。なのかう,ん、うん。一応、あの富裕層向けのね、えー、今やってるこのビジネスビジネスについての話をね、えー、2時間くらいさせていただいて、まあ16日ですね、まあこの一番最後のとりでね、えー、まあ、 あちょっと経済のねいつもの話をすることになっていてそれのねレジュメを作ってたんですよ。ねここ1週間くらいなんか時間があればそうやってレジュメ作ったりとかしてたえ、ね、でこうなるよねっていう話をねその書いてたんだけどまあこれがさ実際になったかどうかっていうのはあのその日にならなきゃ分かんないんだけど、まあ、これって何かっていうとねえっ、ー、とペトロガラの話なんですよ。 でこれあのアメリカ経済ね、今、正直言って皆さん知らないかもしれないけど、ひどいことになってるよね、でひどいことになってるっていうのは、二極化が進んでさ、そのもうアメリカ自体の国がね、パンパンな借金付けであって、でさらに <laughs>、うんとまず、飲食関係がまあひどい状況になっていて、つまりこれはどういうことを示すかというと、要するにさ、もう結構、 ね、切り詰めた生活をしてるわけじゃんで、さらに去年の12月くらいからかな、要するに、えー、今度さ、うん個人の、あのー、資金の決済ができない状態になってきてるわけ、で結局その、まあ、例えばんクリスマスシーズンに、えー、何かこう、ねえー、消費した時のお金というのは、その時にあったお金じゃなくて、借金で、ねえー、なったお金なんですよ。 でこれアメリカの金融のシステムというか、うん、借金のシステムがね別にお金がなくても借り入れができるんですよ、でその代わり、えーね、それに対して利息がついてくるわけで、これで金融機関というのは抗議をむさぶっているわけだよねで、それをしなければ生活できない人というのがいっぱい出てきているわけだよね。でそういうい状況のの中で、あのーもううん、国の借金も うん、多くてんねそれで,、ねで,ね、で,で FRB が金利上げちゃったからこれ <laughs> ねまあ地獄の沙汰も <laughs> 金利次第っていうねことだと思うんだけどさよくもまあそういうことしたよねって日本じゃ考えられないでしょそんなことでねでじゃ日本も少し金利が上がったってったって大したことないよね一番前後だからうんだって僕なんかがね 最初に住宅ローンを組んだときは、5.2%から4.7%に下がって、ね、史上最低の、ね、金利だみたいなこと言われてた時代だからね、それと比べたらさ、まだまだ日本の金利って安いわけじゃないでさ、それで、えー、そういう状況の中で今回、ね、これまだあの本当かどうかわかんないよう、ね。このサウジアラビアが結局2024年6月ね、えー、これはどういうことかっていうと、 えー、1974年の6月6日に、えー、いわゆるさ、ペトロダラーっていうね、要するに、えー、例えばあ、ね、このお話というのは、うん、金本位制度のアメリカがもうすでに金とのね、えー、打感というか交換がね、できなくなりますということで、えー、それをね、できなくしちゃったのよ、そういったドルがブワーンと暴落したときにな、えー、その時にね、結局このね、 原油はね米ドルでないと、要するにえ買えませんよっていう協定を結んだんですよ、サウジアラビアはね。それが1974年6月3日なのね。ってなると、この1974年の6月3日から、ちょうど50年の,ねあの期限を迎えるわけだよね。でね、このサウジアラビアのこのムハンド おビン・サルマン皇太子、ねえー、これがサウジアラビアの政府に対してね、今後、ね、原油取引にドルを受けられないと通告したということは、本当かどうかわからないけど、まあ、出てるわけだよね。で、これさ、あのーまあうん、ずいぶん前から僕もね、この話をしていて、でこれで基軸通貨がのドルがね、 外れますよよってて話を、まあ、もう過去のやつ見ても分かるよ、ね、で BRICS がどんどんもうそういうところにアプローチかけててで中国もロシアももう今度オイルについてね独自に自国通貨でやりましょうよもしくはブリックスの、ねえー、中で協定結びましょうよって、まあ、いろんな形でねあのアプローチかけてたところを今回ねあのこの発表はね 本当にあったかどうかわかんないよね。本当にあったらもっとでかいニュースになってるけど、あのなんとなくこうニュースがこう出てるわけじゃん。でね、これ、あのー、ね、えー、正直言って、ありえると思ってるわけ。ね、だからあ、それをね、要するにこのセミナーの中で言おうと思ってたのが、<laughs> ここに来てさ、ねえー、これ何かというとね、僕のセミナー16日じゃないそ これの6日の日に、要するに本当にこのサウジアラビアがね、要するにこのペトロダラとかオイルダラっていうね、協定を要するに終わらせたとしたら、これね、大変なことになると思いますよ。で、でそれが今、の今普通とね、進んできていて、仮にこれでね、調印が終了しないにしても、僕はね、国際社会の中で、 こう様子見てると、ね、今、オイルの値段を、ねえー、どんどん釣り上げてるじゃんねでそれは何かというと、減産体制にしてるから、ねえー、オイルの値段が高いわけでしょ。で今、日本は、ねそのまあ、円安になって、でドルでしか、ね、オイルが買えないから、要するにいい高いわけじゃん。ところが、ね、サウジアラビアはもともとさ、そのまあ、日本に対して、ね、別にどういう感じもないわけだから、逆にさ、 ね、あの円で買えれば、要するに、えーね、ドルをいちいち基軸にしなくていいわけだから、要するに円としてね、えー、受け入れてくれたとすれば、ね、オイルの値段は、要するに、えー、かなり下がるわけよ、ね。っていうふうに考えてくると、あれ、これね、今、この世界の潮流が変わりつつある中で、ここ、ポイントだよねと。でさ うんとわざわざねよしゃいいのにさなんていうのうんこうおサウジアラビアにね圧力かけたりさあともう一つはねそのうん脱オイルみたいなねことでさなんか <laughs> ね太陽光発電だなんだなんだでね、えー、やっていてでね、あのー、結局オイルに頼らないね要するに社会を作るなんてありえないことをねあの風、ー、潮してね で結局、日本の産業も、まあ、それによって、まあ、うーん多少進化しているかもしれないけれどももともと日本の持っている技術というものが要は、ねえー、車で言ったらエンジンだよねであ,とおあとハイブリッドの、ね、車だよねでそれを全部否定して、ね、あの電気自動車だけはダメだめだという、ね、ようなあ流れになったじゃんこれで当然、ね、うーん産油国はさ頭くるわけじゃん。 ね、でそれで自分たちの持,ちも持ってるものを要するに価値を下げるっていうことだからだったらいいよと、ね、減産するよと、ね、でそれでさ社会がどうなるのっていうのを要するに知らしめてるわけだよね現状で確かに世界中でね今エネルギーの問題が浮上していてで結局ねそのうん、まあ、あ国連関係の団体がさ要するに、えー、そのオイルに頼らない。 えー、社会、あとね、えー、二酸化炭素の問題、そういうことを、要するにさ、うん正当性を語ってね、やってるけど、結局さ、産業においては、ねあのー、足かせになってるわけですよ、でそれで、えー、結果的に物価が上がってるよねっていうことじゃん、でそういう中で、今回、これね、僕はあのうん正直言って、大変なことになると思いますよ。うんっていううのはだってさもう 根底を基軸通貨の根底をさ、ね、覆しちゃうわけだから、ね、それで、えー、それにバックについてるのが、まあ、ロシア、中国だよねで、まあ、ブリックス全体だよねっていうことになると、もう明らかに、ね、その欧米諸国とその、ねえー、ブリックスの加盟国っていうものが、あどうもこういろんな面で会議が進む、ねで、考え方が全く違う。 ね、っていうところで、えー、日本どうすんのよって話になっちゃうじゃんでこれね、あのー、皆さんご存知の通りね第二次世界大戦ってのはさもうエネルギーをカットされてもうしょうがなくてね結局う戦っちゃったわけだよねそれは戦っちゃったんじゃなくて戦わされちゃったわけじゃないで,でそれで、えー、結局さそのオイルによって、えー、国がおかしくなってで結局戦争が起きてでそれで、えーね、その物資がなくなって。 でそういう、ね、物資がすべて、ね、その海外は渡っちゃってで結局、あとは、ね、食料もおいわゆる生産能力がかいちゃってで飢餓を、ねえー、その回避するために要するに、えーね、あの疎開先から、ね、食料を買ってきて闇市というのができてでそれから市場が成形,あ形成されてくる中で、えー、強烈なインフレが起きたわけだよね。 で日本はたまたまその時にいいね、結局う、まああ、財産税も含めて、えー、国にある資金を、ね、全部かき集めてさ、で結果的に、ね、財政を立て直すのと合わせて、えー、要するにさ、あの復興事業ね、えー、っていうので、えー、急激にさ、産業がこう右肩代わりになって、でそのおね、えー、海外から、 資材を仕入れて加工して売って外貨を稼いでで結果的にねあの貿易黒字にして国を支えてきたわけだよねまあその時は当然だけどもインフレと合わせてえいわゆるねあの個人の所得もガンガン上がったよねっていう時代があったわけじゃんねでまあその時代の中で日本は復興できたまあ敗戦国のくせに ね、復興できたっていうね、あのーまあ、肩や外から見たら、怖い人種なわけだよね。っていうように、えー、今ね、このお日本経済がこう、ねえー、ずっとこう35年間はさあ、おかしな状況になってるっていうのは、やっぱり、えー、国際的なさそのうん、圧力でね、こういう国にされてしまった、えー、わけだよね。 この、ね、働き方改革とかいうのでもそうだけども、要するにさ、うん、なんていうかな、うん、昔はさ、そのねえー、働けば、ね、結果がついてくるよねで、サラリーマンの人も、要するに頑張ってさ、残業してさ、で残業代で稼いだっていう時代もあったわけじゃない、でそれ、スパッと切られちゃったから、だから当然だけどもね、ガタッねがたっと所得下がった。 でそれで海外はどんどんね、インフレが起きていて、で日本は人件費を抑えて、結果的にはあ、ねそのうん、個人の所得は上がらないまんま、要するにインフレが起きてるわね、っていうことだ、でこのインフレの部分っていうのは、円安だからだ、市、ね、場ね、これが <laughs> 多分ね、の相当変わってくんじゃないのって思うわけ。ね、だかかかかららこれちょっと本当どどうか分からないけども 6月6日、ねえー、があ調印されたんだから、まあ、丸50年というと、まあ、6月5日だよね、えー、に、えー、要はさ、そのんあこのね、6月9日か ?9 日に期限を迎えるって書いてあるな、ここには。うん、どういうことだ。うんまあ、でも50年だからね、まあ、要はこの間の期間に、えー、さあ、何かが起きるんですよ。 <laughs> 今日日月曜日だよねでこれからね、まあ、あの編集して編集してっていうかサムネイルっていうのを、ね、作って、えー、アップするとさ、まあ、9時過ぎちゃうかもしれないけど、ねええー、ちょっといろんなところでこれはね、えー、影響が起きてくるよねって思うわけでもう一つは <laughs> ねいつも言うように金価格とかね 貴金属の価格は、ここに来てね、ずっと上がって、トンと下がってんだ。で、これが、じゃあ次下がるのかとかってなると、僕は逆だと思うんだよね。えー、もうこれから、あ今度はうん、要するに、えー、今までは、いわゆる為替本位制度、ねえー、もしくはうん通貨本位制度だったね。で、これがさ、今度は物上本位主義,主義になってくる。うんつまりうん、資源国の、要するに資源を担保にね、要するに、 えー、お金が発行させられるっていうことになるよねっていうふうに思うわけでもうすごい分かりやすく言うとさじゃあこのオイルダラーって何だったんですかってことなんですよオイルダラーね要するにね、えー、ドルじゃなきゃオイルを買えないわけだから、ね、だからみんなして、ね、オイルを買うためにはドルを買ってオイルを買うつまりこれね人のさ要するにふんどしで相撲を取るっていうわけじゃないけども要するに ね、そのうーん自分の,、ね、そのいわゆる、えー、占領国でもないのに、ね、そのオイルを担保に、ね、そのドルを発行してるわけだからのと一緒でしょ、ね、だけどこの担保が外れたらどうなっちゃうのよ信用力なくなるじゃんってことでじゃあアメリカの経済の中見てごらんよえこんな傷んでたのみたいななってるわけだよねっていうことだとこれはね 相当僕は面白い動きになるんじゃないかななと思ってですよ面白いいじゃないね、うん、相当ひどい動きになるんじゃないかなということをまあ予測してるわけよ。でこれはもうあの過去の僕の動画を見てもらえば分かるし、ねえー、この件についてはもう5年以上前のセミナーでお話してるので、ねえー、僕のセミナーを生で聞いた人は、ね、あの僕の言ってることは、今ね、後付けで言ってるんじゃないんだということは理解できるんじゃないですかということなんですよ。 ね、でもうこれずっと僕言ってきてるわけだからあともう一つはあのねハイパードマネーによるインフレっていうねハイパーインドインフレハイ,ハイパーインフレじゃなくてねハイパードインフレっていうね俗語を作ったんだけどでこれも、ね、同じことを意味するわけだねその、うん、ドルがどん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 発行されてさで日本もどん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 それをね、えー、支えるために、えー国,ねあのー、国債が発行されてねでハイパードマネーが供給されてでそれで市場が ね、動いてマネーサプライっていうね要するに、えー、経済活動の中で、えー、預貯金が戻ってきたものをマネーサプライっていうんだけどそのさ、あのー、中でねマネーサプライは伸びないのにハイパードマネーばっかりどんどん、ね、供給されてればそれはインフレになりますよって話したわけじゃん。 ね、でこれもお多分ね、5、6年前にお話してるわけですよ。だけどなかなか、これはね、えー、言葉として、えー、流行らなかったんだけど、まあ、現象的には、僕の言ってこいような形に、今、現実になってるじゃないですか。ね、で、これ、次のこのね、オイルドララの協定のが本当に終了する,するとすると、これね、相当危ないですよ、うんと僕は思う。う えー、かといってね、別に僕は川瀬に投してるわけじゃないし、ね、金に投してるわけでもないけども、ねえー、まあ,あ、事象としてね、えー、ぜひ皆さん、ちょっとうね、き、え、ょ、ー、僕の話した内容を、要するに、えーね、どう国際的な検証が行われるか、ねえーまあ、楽しみに伝え言んだけどさ、あぜひね、えー、見てい,ていただきたいと思いますね。とということで あし、ねえー、明日明後日また今度出張になるんでね多分動画が出せないかもしれないけれどもぜひ、まあ、ね、えー、こういったちょっと細かいね内々の情報をこの番組ではね取り上げていきますのでぜひ、えー、まだねチャンネル登録してなたい方はぜひチャンネル登録していただいて、えー、また。 あですねえー、コメント欄にコメントを入れていただくと助かります。えー、ということで、えー、あついでに、ねえー、さ冒頭で申し上げたとおり、えー、6月の10日からあ6月の16日まで、えー、c f ネッ t の不動産ウィークというのが、ねえー、なりますので c f ネッツっというところのホームページを見ていただいて、でそこで、あのーえー、参加の、ねですね、申し込みいただいた方じゃないと、 見れません。ただ、申し込みを入れていただいた方については、無料で、ね、視聴できますで。僕のこの6月の16日の、ね、話はですね、10時からかな、10時から13時まで、3時間ですね、させていただくやつは、申し訳ないけどね、また、この全体の番組がバンされちゃうと、大変なことになっちゃうので、まあ、 大体、えー、24時間くらいで、えー、消してしまいますので、えー、バンされる前に消す、<laughs> こちらのほうが先に消すっていうね、えー、作戦出ますので、ぜひね、えー、楽しみにしていただきたいと思います。えー、それではまた